先週切作の茶尺とその筒。茶尺は、緑茶を立てるのに使用する茶道具の一つで、抹茶を容器からすくって茶碗に入れるためのさじ目のあるものもある。普段は筒に収められており、目も筒に記される。古くは、茶事、茶会の旅に作ることがなされており、そのため保存しておく習慣がなく、古い時代のものはあまり残されてはいないが、 千里宮が死の間際に作って古田織部に託したいわゆる涙の茶尺が有名。喫茶が伝わった当初は薬師が使われていたため造毛や別行、水球の角を素材としたものが使われていた。その後、村田樹港により竹製のものが創始され、里宮、宗丹の時代となり草型の茶尺が確立される。一般的には、新潟家科の竹が主に使われ、 中でも、さらしだけ、白だけともゆうを利用することが多い。他にもいろいりの天井部分や屋根の部材として長年、いぶされた竹や樹木が用いられることもある。竹を用いる場合は3年ほど成長したものが使われる。珍しいところで、利休が用いた竹素材に実築と呼ばれるものがある。これは、地下系が岩盤などの障害によりそれ以上伸びることができずに、 地上に現れるもので、枝が一本で問いが深いのが特徴である。長さ1 6トルから長いもので2 1トル。茶をすくう部分は幅1センチメートル、長さ2センチメートルほどの楕円型で、一方の辺を曲げた形状をしている。この時問いと呼ばれる溝のある側が曲げられている。それぞれ茶尺には名称があり、曲げてある部分を上部とした場合、先端部分がろ。 下に向かって、開先、曲げ軸、茶たまり、節状、節、おっとり、切り止めと呼ばれる。節の裏を極端に深く削ったものをありんごし、木地股と呼ぶ。さらに茶の湯の手前により、芯、甲、草に削られ、それぞれ無節、止め節、中節、節が茶尺の中間に位置するものや、それより上にあるもの、下に来るものがあると、節の位置が変わる。 会先にも、佐藤角流派により、形状の決まりごとがあるが、大まかに丸型、一文字形、剣先型、トキン形、平丸型、葉型、宝手型と分類される。ありがとうございます。